一番はやっぱり GS、うんうん、でここにちょっとないんですけど、フィスの GS がありまして、はい、R30 の、うんうん、でその R30 の履いた時もたまたまその日バリンとアイスバーンだったんですよ、うん、それであのスタートして一発目のターンを入った時のあの感覚がまだ残ってるぐらいなんですけど、うん、アイスバーンってことはスキーが逃げたりとか叩かれたりとかするじゃないですか、うん、それがね全くないんですよ。でまるで R30 じゃないかのような、うん、そういう印象あったんですよ。でしかもしっとりしてるんですよ、その雰囲気がしっとりしてて吸い付いて、うん、まあいわゆるひた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 感がくる、ひた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 ってこう吸い付いていくような、うん、リシも今年初めて、そうですね、初めて履いて、うん、まあ、あのいろんなモデル履かせてもらったんですけど、うん、共通して言えることで言うとすごくそのしっとりしてるような重厚感があって、やっぱハイスピードの安定性高いし、逆にそのオーラン系のスキーとかはそのすごくこう接地感が長いっていうんですかね、接面コンタクトをすごく長く取れるんで、うん、その例えば170センチぐらいのスキーがあったら全体でこう捉えてる感覚がすごくあるんで、すごくこう安定する感じがありましたね、第一印象として。もうお二人の方の言ってる通りの感覚なんですけども、あの驚きましたね、ここまでスキーがしなやかなのかっていう、やっぱしなやかっていう、この表現が、ね、出ますよね、トップモデルでこのしなやかさってあまりないかなと思うんですよね。だからすごくハンドメイドっていうのにこだわったスキーを作られてるんじゃないかなっていう。あのリシューほら解説とかもしてるし滑りよく見てると思うんで、はい、その辺スキーの動きを見て、はい、どう思うこのストックリーは。そうですね、やっぱり先ほどのまあインプレッションと同じような感覚で、やっぱこうスムーズっていうのが一番大きいですよね、まあ、スムーズから来るそのトライの速さとか安定感とか推進するとかあの減速要素が少ないみたいな、やっぱりそういうところがすごくそのストックリーズスキーの持ち味で、強いエッチングっていうよりはすごくその雪面抵抗が少なくて雪面も少なくて、モデルマットの滑り見ても見た目の切れ味っていうよりは見てる切れよりもタイム早いみたいな、そういう印象、結構あのワールドカップ見てる方は感じると思うんですけど、あのクラシカゴラなんて2本目だけでも1秒ぐらい早いじゃないですか、そんなにそこまで爆発的に速そうには見えなくて、中間緩斜面とかでもいきなりグリーンシグナルかみたいな、あのいい例えかどうか分かんないけども、例えばヨーロッパなんかアウトバーンって300キロぐらいで走っても走れるとかあって、はいはい、そこでも安定してピタッと走れるような、はい、だからあの高速系いわゆるそのスーパージ、ダンヒルスーパージ、うん、まあ、GS なんかでもあの動き見てると、うん、スキーがさ吸い付いてるような、うん、そうですね、なんで決してこうバーバーバーってこう暴れたりとか、うん、バイブレーションが起きてない、うん、なんか印象が強いよね。そうですね、スキー時計、うん、キッズピエールとか、まあ、うん、ダンヒルは滑ってもないですけど、うん、こう見るとまあ、すごい急だし、もう硬くてこうもうバーってなるじゃないですか、やっぱそういうところで戦える、またそういうところでテストしてるっていうスキーなんだなっていうのが、まあいろんなそのスキーにこう反映されてますよね、いろんなそのカテゴリーっていうか、まあオールラウンドもそうだし競技系のスキーもそうだし、そのテクノロジーがそのまあ僕が好きなあの SL のスキーなんかも、うんうん、その SL もすごくやっぱりもっと反発くるのかなとか、はいはい、もっとアイスバーン行くと叩かれるのかなっていう、うん、そういうシチュエーションのところでも、うん、こう吸い付いていくっていうか、うん、そうですね、でそれがやっぱりタイムにつながっていくものなのかなとかすごく思ってて、あのすごくこう乗り手側も安定しているっていう、だから余裕ができるっていうか、そうですね、うん、他のスキーメーカーさんもそのバイブレーションに関してはすごい研究してるじゃないですか、うん、そうですね、はい、でその中でもひときわちょっと今年はね、うん、違う動きをしたような雰囲気ありますよ ね、うん、切り替えが早くできて、で雪面コンタクトを常に安定してできるから、やっぱりあの今久谷さんに言われたように、ちょっと浮いて飛ばされてライン遅れたりとか、外れたりとか、浮いてる時間が、まあ、アルペンスキーなんかだとハイスピードだから、少し浮いただけでやっぱり捉えるタイミング遅れるじゃないですか、ね、数十センチいっちゃう、浮いちゃいますよね、だそこでその遅れたことによってやばいと思って急激なエッチングして叩かれるとか、そういうミスがやっぱ出にくいんじゃないですか、と思いますね。
私のストックリーのイメージってどちらかというと、はい、まあ概念でしかなかったんだけども、はい、レーシング系かなって最初そういう概念を持ってて、技術戦のトップクラス、その、まあ、技術戦というとほら、テクニカルクラウン、クラウン以上の人たちが、各地域の大会、地区大会を、勝ってきて、はい、で来るじゃないですか、はい、そうするとまあ、全国の、ね、つわものが集まるっていう、はい、そういう大会ありますけども、その辺のラインナップって言うとやっぱりその辺の今みたいな、そうですね、まあ、フィスの SL かレーザー SL、まあ、それがまあ小回り系のスキーとしては適しているかなと思うんですけど、やっぱりそのこの前半のこの動かして深くしてそのスピードを出していくっていう、まあ、それはまあ筋力によってフィスを選ぶかレーザーを選ぶかっていうのはあると思いますけど、そこのやっぱりこう動かしやすさっていうのが、まあ、小回り、まあ、コブもありますし、まあ、当たりがいいなと思いますよ。整地だけじゃないからね。そうですね、はい、コブがあるからやっぱり操作性がかなりこう、幅広いものがね、そうですね、求められるんでね。あとはやっぱこう安定感と走りですね。やっぱりこの伸びというか、もうこのレスポンスを速さと勘違いしやすいんですけど、っていうよりはもうこの伸びをぜひ体感してもらいたいです。そのレスポンス伸びっていうのは一般的には体感できそうですかね。もうラインナップ非常にできると思いますよ、楽にコントロールができるっていうことと、ターン前半の部分で引っかかりがあって、それでターン後半にしっかり抜けてくれるっていう、それね、それって結構スキーの醍醐味じゃないですか。そうですね、レスポンスもいいし、で硬い具にあったバーンであれ、ザラメのバーンであっても、両方ともしっかりスキーが反応してるんで、私の場合はね、これなんですよ。このフィスの SL、まあ、ずっとこれ履いてたんで、もうこれに惚れ込んじゃったんですね。でかつてこんなしっとりとこう雪面コンタクトができるスキーあったのかっていうぐらい、まあ、そういう感覚に陥りまして、でもう惚れ込んだんですよ。テクニックとか別にいらなくて、もうスキーがある程度そういうターンとかも全部補ってくれるっていうか、そういうようななんかスキーでもう一回ね、できるならなんか現役に戻りたいなそういうのをね、素晴らしい、思い出されるようなそういうスキーだったんですよ。なるほど、すっごいだから面白いこれ、だからアスリートとしての、まあ、感覚が少しずつこう蘇ってくるというか、またちょっとトレーニングしようかな。あ、いいですよね、そういうのがあるんですよ。意識を高めるような、そうなんです。そこもしてくれるスキーですか。そうなんです、素晴らしいです。まあ、これがまあ僕の中ではおすすめなんですけど、やっぱりまあ僕もいろんなこう、まあ、スキー雪山での活動をさせてもらってて、まあ、一番使う機会が多いかなっていう、まあ、そういう意味でのベストバイですかね。やっぱりその浮力があるからすごいスキーかん、簡単に感じるし、トップが刺さらないですよね。そうそうそう、スムーズに回ってくるんで、推進していく感じとか、すごくこう楽です。使われないです。で何でもできちゃうんで、それこそ低速系で確認するような動きとかもやりやすいし、すごいこのスキーは。いや、相田さん今年これですか。そうですね、幅78あるんですけども、78の幅広さが感じられない、グルーミングサイドバーンでもカーブはできるわ、高速の安定性はあるわ、なおかつ悪い雪になった時でも非常に炭鉱が一定にターンできるっていう感じですね。だから非常にその技術を助けてくれるっていうモデルなんじゃないかなと思いますね。やっぱり結構広めだし、はい、ロッカーって言われるそのスキーのトップがね、トップロッカーなんですけど、何気にロッカーっていう感覚よりもトップシャベルの部分がローシャベルになってて、普通だとトップは上がってるじゃないですか。でもこのスキーってローシャベルになってることによって推進力を自然に全体に受けられてトップも上がってくるんですね。ああ、そういうのサポートするらしいですよね、はいはい、その特性を非常に出せるスキーなんです。でありながら大回りをした時でも非常に安定度が高い、幅広く楽しんでもらえる、そういうラインナップ揃ってるなと思いますよね。まあ、いろんなビジョンある中で、まあ、私の描いてるっていうかそのイメージがありまして、はい、まずそのスイスメイド の, その、まあ、スキーの良さをまずね
あの個人的にはスイスに行ってその工場をまず見てみたいっていうこととでスイスのツェルマットであったりとかサースフェとかに行ってそのスキーテストっていうのをいろいろこうやってみたいなっていうのと、そこにそのアルペンレーサーの子たちを連れて行きたいなっていうのが一つあって、要は本国の本物、スキーの生産もそうだしワールドカップのトップクラスの選手がいるところの本物をやっぱり見せてあげたいな。でそのことがこの日本のアルペンレーサーたちがその、ね、環境の中で育っていったりとか、なんかそういうふうにこう変わっていけると、またあの日本のスキー界アルペン界も新たな局面を迎えるのかなっていうか、リシュあたりどう、なんかこの展望というか、そうですね、まあ、僕もストックリーは今年初めて履いて、そのすごくいいなって思ってるじゃないですか、でそれをそのやっぱいろんな人に体感してもらいたい、たくさんの人にあの履いてその良さを共有したいっていうのがあって、でもっと深く言うとそのレーシングのチームを作ったりとか、技術園のそのやっぱりストックリーチームを立ち上げて、そこの強化とか、でやっぱりそのレーシングで言うと日本人の選手がワールドカップで活躍するとか、技術戦もその優勝できるとか、っていうようなその選手対策の活動なんかもできるとすごくそのいいなっていうふうに思ってますね。相田さんはどうですか、こういう展望期。僕はですね、やっぱり今あの携わっているのは、まあ、あの障害スポーツという、まあ、今日本の人口においてやっぱりその65歳以上、60歳以上の、高齢者の方も結構多いじゃないですか。でその方たちがやっぱりその長くそのスキーを楽しんでいただけるっていう、その環境づくりにもう徹底してやっていきたいなっていうことですね。でそのためにやっぱり新しい武器を手に入れたっていうか、非常にその中高年の方でも楽に扱えるスキーだと思うん でレグザムのブーツもやはりすごい日本人に合ったっていう部分の形の武器をもらったんで、まあ、これからは非常に楽しみがどんどん広がってくるし、で僕自身ももう60過ぎてばっかりですから、まあ、その部分はいつまで滑れるかっていうのはもう長くまた現役ができるかなっていう、そういう意味ではね、このストックリーレグザムの、あの、まあ、組み合わせっていうかいろんなことができそうだなっていう可能性感じますよね。どんどんスキーにまたあの参画してもらって、でこの楽しさをね、それぞれの楽しさをこう、見つけ出してもらうようなそういうツールとしてね、活かしていただけると、ね、我々もね、あのやりがいがあるというか、そうですね、そういう感じだと思うんですけどね、目標を持っていきたいですよね、ぜひね、やっていきましょう、はい、よろしくお願いします、お願いします。